はい、VIP ですということで、VIP です、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないわ生放送ね、終わったばっかりに今撮ってるんですけど、生放送ね、来てくれた方ありがとうございました。すごいたくさんの方来てくれて、登録者4000人わずかにもかかわらず800人、まあ、900人ぐらい来てくれてましたね。いやー、非常にね、初めての生放送やったんでちょっとグダグダ感あったんですけど、また次やるときはしっかりビシッと決めていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、さっきのね、生放送ね、負けたらグレードアップスカウトガチャを引くっていうガチャだったんですけど、2回負けて僕ね、ちょっといきますね。はい、僕ね、グレード5まで引いたんですよ、2回負けたんで。でね、もうね、なんか終わった後に思ったんです。いや、このままでいいのかと。むしろ放送でやった方が良かったんじゃないかと思ったんですけど、ちょっと放送も切ってしまったもんで、もうそれでしたらもうちょっとね、動画としてやりたいなと思ってます。なんで今からグレードアップガチャ引いていきたいと思います。自チーム巨人で引きます。狙いはマッソン選手です。もうこのマッソン選手、僕2500なんですよ、持ってるのが。なんで絶対継承したい。でむしろリアタイでも使いたいんで、やっていきたいと思います。はい、でこれ引き終わったらね、リアタイ1戦だけスパーンとやりたいと思ってますんで、よろしくお願いします。最後までね、見てくださいよね、お願いします。ということでいきます。グレード6。はい、むしろここで出てもいい、俺の引き見取ってくださいよ。いきます。せい、ある、強いよ、エース、ある、燃えそう、パリパリ。まあ2人は出てほしいね。今自チームの A の巨人の選手で欲しい選手いないですよね。お、あー、せいじさん、また、あー、まあゲレーロさん、まあまあまあゲレーロさんってまあ次のねシーズン3100が出たら、称号用で置いていきたいと思います。はい、小林選手はもうね8対9対ぐらい持ってますもんまあいいでしょう。はい、ってことでグレード7、ここです、運命の一発いきます。もうパッといきます。僕もうなんか前振りとかなしでいきます。カモンカモンカモン。2体ぐらい出てもいいです。マッソンさん2体出てもいいです。むしろ消防したい、消防チャレンジしたい。よし、まあね、よし、頼むよ、頼む、ほんまに頼む。ここマッソン来ないとマジで痛い。お願いします、お願いします。いやー、きついな。まず確定だけっすか。うーん、ってことで確定いきます。ゴッ、サッチ、フランス、フランス、フランスオアボタ、フランスオアボタ、元 K1 選手、強いんですよね、能力これにツーシームあればね、中継ぎで使えるんですけれどね。はい、ってことでマッソンさんチャレンジ終わりました。まあね、終わったとしても僕ね、プレゼントボックスに結構ね、ゴールド契約書ないし、30% 契約書など、あと S ラン契約書もありますんで、もうこっちでね、引いて、この流れで引きます。ってことでリアタイやっていきます。お願いします。はい、やってきました、リアルタイム対戦。これね、一戦で終わります。前ね、ガチャ動画の続きになってますんで、まあ今日ね、手抜かずにやりますから、僕は。ってことでやっていきましょう。ピッチャーの方ノーカットでいきましょうか。また、まあちょっとカットしてるか分かんないですけど、ちょっとやっていきます。結構ね、投球が、配球が参考になるって言ってくれる方多いんで、簡単。よし。で、ちょっとね、今、席したんでカットしてると思います。よし。これ、セーフになるんですよ。アップデートしてから。何回言うねん。前の動画でも言うてます。うん。フォークも高く浮くとホームラン行かれるからね。よし、よっしゃ、菅野さんですね、相手気合入れていきます。しゃ、バッティングいきますよ。てかね、ラストンさん欲しかったな。フランスはボタ選手でしたからね。あ、間違えた。生放送しまして、ちょっとね、皆さんに言うの忘れたんですけど、結構僕の動画とかのコメント欄でなんか質問とかあればしてもらえれば、僕動画でまた答えますんで、ぜひお願いします、コメントの方ね。まあ何かあればいいですよ。何もなかったら別に何も書かなくていいんで。まあけど、できるだけコメントは返すようにしてます。僕見てます、見るのは全部見てます。お願いします。なんか喋りすぎたらまた打てんくなっちゃうねん、これ。よし、次ぐらいカットツーシーム来るんじゃないですか。来た、
これ超えるでしょ。あー、ちょっと先っぽやったか。先っちょ、先っちょだけ走りたいな。あ、今の走ってたらアウトでしたね。スパッと行きたいよ。よし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 、いいよ。反応できてますね。さっきやっぱ生放送で強い方とリアタイしてたからね。まさきか。あー、そこ2、あ、2ちゃう、1か。おー、落としてくるね。絶対打つ、絶対打つ。あー、分かってた。え、あ、よかった、天を仰ぎました今。よっしゃ、次狙い目です。これ絶対いける。ワンシームでしょ。ほら、あー、ボール球か。タイピンついてなかった、言ってましたね今。よっしゃ、見えてますよ。うおー、来たけどタイピンついてます。行きたいなこれ、満塁で。よし、ワンボール。満塁でのノーワンは結構きついでしょ、ピッチャー的に。あー、くそ、狙えばよかった。あ、ミスった。くっそー、完全にスライダーだと思った今。読み打ちなんでね僕、おっさんなんで反応で打てないんですよね。よし、あ、ちょっとセーフなる、これ危ない。お願いしますよ、勝たせてくださいよ。延長が嫌ですよ。ガチャ動画に延長動画くっつけるとかもう鬼畜ですから、鬼畜ですから。振らないか。この方フォーク結構振ってくるから、これ振ってくれるんじゃないの。フォーカーですね、フォーカーフェイス。あ、ボール。ストレート続けると案外打てないですね。あー、ボール球でしたけどね。何、なんかアップデートして結構なんか選手の動きすごい激しくなりましたね、激しめ。お、危ない。この方結構このインコース振りますよ、ね、よっしゃし、よっしゃ、スパッと終わりましょう。ホームラン1本で終わりましょう。はい、パキーンってね、いきますよ。宮崎さん特殊能力出てますけど、ここは225、これ言いたいだけなんですよ僕。225、はい、ちょっと生放送で喋りすぎてちょっとネタが思いつかへん。もう糸井さんいきます。吉尾さんいきます。うわー、出てるね、いいね、これいきたいよ、絶対ルイ出た。よし、見えてる。うわー、頼む頼む頼む。よしよしよし、うわー、いいねこれ。あ、盗塁線でいいなこれ。タイピン出たらダメですからね。よし、ボール、よしよしよし、いける。いや、ちょっと待って、おお。頼む、セーフティーでもいいぐらい。ああ、おお、僕と同じような配球してきますね。ストレート2連チャンってなかなかないですからね。うわー、うまい、今のは配球うまいです、これはうまい、はい、固めてます、固めさせてもらってます。いえ、タイピンついてなかった。次ですね、次で決めます。男の一振り、よし、あー、え、突進タイプ今の。突進されましたね今、サードの方。はい、ということで、ガチャ動画とくっつけてリア対戦させてもらいました。またね、生放送とかする機会あればぜひ
来てください皆さん。チャンネル登録の方よろしくお願いします。結構ね、動画なるべく4月は出していきたいと思ってますんで、まあ皆さんに面白い動画届けれたらなと思ってます。はい、ということでありがとうございました。